おはようございます。やっと仕事終わりました。やっと休みです。出た。ちょっと結構仕事で稼げたので、すごいなこれ。またゴミが増えること。何これ。ちょっとやらかしました。あのハンドガン、エアガンのグロックのストライカーないんだっけ。1万6000円ぐらいするんですけど、あれを買おうか買わないか悩んでて、結局買うのやめました。そんなさ、同じようなのを何個も買ってもしょうがないし、サバゲやってるわけでもないし、ゴミがすごいこと。ということで、これで1万5000円ぐらいです。1日分の給料。いいんだよ、1日余計仕事にしたんだから。ということで、1万5000円高いじゃん、何って思うじゃん。高くね、1万5000円も。何買ったのみたいな。本当は2個ずつ買おうと思ったんですけど、じゃーん。ネットで2700円だが800円だが、この前親父とタムタム行った時2700円で売ってたんですよ、これ。でずっと悩んでて、いやーまた今度でと思って、でアマゾンで見ると3700円で定価なんですよ。でたまたま、お、1000円以上安いじゃんみたいな。でほら送料が580円だったかな、送料があるから。なんかそこで見てたらまた出てきちゃってさ、今風の貨物列車といったらこれでしょみたいな。売ってないんですよ、どこにも見かけないし。結構リアルじゃねこれ。あ、こうやって取るの。コンテナ車なんですよ。わ、結構リアルだね。こちらはトミックス製になります。これが2300円ぐらいだったかな。これも安いんですよ。でコンテナ別売みたいな。これを3つ買いました。で俺が今走らせてたコンテナ車、親父に借りてるやつなんで返さなきゃいけないんですよ。で本当ならこれを重量とかつないで走らせたいけど、あの先頭車に距離が追いついちゃうから。Nゲージじゃないからさ、まあ、これが3つ。これ一箱にまとまりそうだな。傷ついちゃうかな。傷ついた方がかっこいいか。あ、いいんじゃねえこれ。強度はそこそこある。こんなエア配管とかまで再現されてるし、普通にかっこいいよこれ。でコンテナはもうね、アマゾンで探したら結構出てくるんだわ。なんかほら無地のやつ、それで十分で、なんかね、自分でマーキングしてくださいとか、そんな売りだったんだよ。あの JRF とか書いてあるねやつは結構高いんですよ。3つでこれ5個乗っかるからさ、1台に
3つで4000円近かったりとか。その回塗装はすごいけどね。これも結構リアルだね。ちょっと出してみようか。せっかく動画撮ったし。でね、これの本当はエネオスカラーが欲しかったんですけど、なんか発売中止になってんですよね。で、なんかプレミアみたいな感じになっちゃった。ああ、やばい。これ手すりとか超すぐ折れそう。出し入れが厄介。どうやって出すんだよ。あの、親父のビニール戦法だな、これも。出てこねえぞ、これ。いや、これもよくできてんじゃない？これで2700円だからね。この出来栄えで。うん、結構、これも墨入れしてさ、そう、そういう楽しみもあんのよね、俺。墨入れしてウェザリングとかしたら結構かっこよくなりそうだよね。なんかもう2台ぐらい買っちゃいそう。もう5台も墨入れとウェザリングするの超大変そう。大変そうだけどガソリン用だね。色違いとか買うとか。やばい、病気が。病気が。もう、半分やけくそになってます。人生。あれ？どうやったらいいの？いいじゃん、これね。ガンプラともコラボできそうだからさ。よし、ちょっと、後でつなげて、動画撮ろう。結構火力ありそうだな、これ。ちょっと正月実家に行くんで、あの、持ってって遊ぼうかな、みたいな、親父と。そういうのもあるんですよね。まあでも、前々から、貨物機、客車はあんま興味なかったんですけど、たまちゃん、貨物がやりたいなとは思ってたから、たまちゃん、たまちゃん、たまちゃん、油断してると、グイーン。こんなことされてさ、この顔だよ。こんなことされたらさ、引っ込める自助首普通。たまちゃん。一応触んないでっては言ってるけど。グイーン。ちょっとね、別動画になっちゃって。すいません。今起きたばっかなんで、たまちゃん。よし！ちょっとやってみます。以上。